私が今現在めちゃくちゃハマっている東京リベンジャーズのバジキースケ、バジさんに挑戦してみたいと思います。これは完全にチャレンジ動画なのでちょっとどうなっちゃうかわからないんですけれども、とりあえずやってみたいと思います。それではどうぞ。はい、ネットとテーピングを先に終わらせました。じゃあカラコンを入れていきたいと思うんですけれども、今回はこちらピエナージュリュクスグラリネというカラーです。完全に家に余ってたやつなんですけど、こんなお色味のブラウンのカラコンです。コスプレとか関係なく普段使い用のものなんですけれども、どんな色味になるんだろう。こんな色味になりました。結構ね、係数が大きめなんで後でちょっと加工で削りたいと思います。そしたらね、バジさんめちゃくちゃ釣り目なんで横を釣っていきたいと思います。こんな感じでまず下まぶたを下に引っ張って、ここのラインを確保します。でその後こめかみを上に引っ張って目尻を釣り目にしてます。あとは目頭にテープを横に引っ張って毛孔ひだを少し平行にしてます。全体的に横長になるように作ってみました。これをベースにメイクしていきたいと思います。ではですね、またもやベースメイクはちょっと参考動画が別にあるので今回はカットしていきます。気になる方はこちらの上に出ているカードから飛んでみてください。じゃあどんどんいきましょう。はい、フェイスメイクが完了しました。はい、で今回バジさんなんですけれども、肌の色が白いっていうよりはちょっとほんのり褐色肌だと思うので、今回いつも使っているキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー2の明るめの肌色に混ぜてですね、こちらレブロンスキンライトプレストパウダー N102 番ワームベージュ、こちらをですね混ぜて使ってみました。多分レブロンの中で一番褐色味のある濃い色なんですけれども、あんまりね塗った感じそんなにめちゃくちゃ褐色になってるわけでもなくって、シェーディングで削るような外側はこれで塗って、内側の明るくなってほしいところはいつものマシュマロフィニッシュパウダーで塗りました。じゃあここからシェーディングなんですけれども、こちらもいつものキャンメイクのシェーディングパウダー01番ですね。こちらでガンガン彫りを作っていきたいんですけど、おじさんがね結構意外とこの辺はゴツゴツしているけれどこの辺はスリムなので、まずはいつものこのゾーンを入れていきます。はい、そしたら次はここですね、この三角ゾーンを塗っていきます。このままおでこの生え際も入れていきます。そしたら頬骨と目の間ら辺にもちょっと入れて、でこのまま下にも伸ばします。はい、そしたら筆に持ち替えて唇の下、鼻筋ですね。小鼻の上はこの辺から小鼻の端までを一直線に結ぶように三角形に入れていきます。はい、だいたい入れられたら次はこちらケイトデザイニングアイブロウ 3DEX の4番、こちらもいつもの一番濃い色でさっき入れたところにさっきよりも狭く控えめに重ねて入れていきます。でこういう細かいところは小さめの筆もしくは細い筆に持ち替えて慎重に入れていきましょう。でこの時小鼻は、重ね塗りはしません。ラインのみ描いていきます。しっかりぼかしましょう。はい、こんな感じです。こういう大きめのブラシで同じ色を取って輪郭に入れていきます。輪郭は内側っていうよりも外側この辺に塗っていきます。そうすることで横から取った時にここがしっかりと影になってくれるので綺麗な輪郭に仕上がります。バジさんの場合骨格味をちょっと強くしたいので
シェーディングが完了しました。ちょっと濃いと思う方もいらっしゃるかもしれないですけれども、コスプレにおいてはこれぐらいがちょうどいいです。しっかりぼかされてたら大丈夫。はい、そしたら先に目からやっていきたいと思います。東京リベンジャーズは結構なんだろう、3次元に近い感じのデザインにしたいので、今回もこちらクリオプロアイパレット02番ブラウンチョーク。ラジさんね、一重なのであんまり今回は二重のラインをなるべく強調しないようにしていきたいので、まずはこちら、この2番目に薄いカラーですね、マットなカラーなんですけど、こちらで目尻のラインより下側に入れていきます。目尻側はちょっと広めにで、縁はぼかします。そしたらさっきの下のちょっと濃いマットなカラーを塗って重ねていきます。この時あんまり粘膜の側には濃く入れない方がいい気がします。そしたら一番最初のカラーでちょっと取って、さっき描いたとこの上側にささっと、これをガイドに入れてみてください。そしたらラインキャンメイクのクリーミータッチライナー03番、こちらのリキッドじゃないライナーで私は引いていきます。全然リキッドでもいいと思います。自分の目尻から上にイメージこうなるように上に入れます。そしたら今陥没してるここをちょっと埋めます。すいません、ちょっとさらにここにテープを貼って上のラインが平行になるようにちょっと追いテープしました。はい、そしたら次目頭側をどこも引っ張らずにピピッと塗ったら元の目のラインにつながるように。はい、そしたら次は目尻をオーバー気味に上からこうですね。そしたらさっきのライナーの05番で目頭の粘膜に色を足します。さっき入れた目尻の下ラインに重ねてちょっと色を薄くします。そしたらオレンジ系アク系があれば何でもいいんですけど、メイクアップレボリューションアイラブチョコレートチョコレートオレンジ、この一番濃いオレンジもしくはこういう赤系、このカラーをここにさらに足します。ラインをぼかしたら外側に伸ばしましょう。これは果たしてバジさんになるのかどうか。そしたらケイトダブルラインエキスパート LB1 番ボクースブラウン、こちらで涙袋を描いていきます。薄く細く、こんな感じですね。うん、そしたら眉毛やっていきますか。黒なら何でもいいです。私はケイトのアイブロウペンシル ABK ですね。自眉込みで目頭めっちゃ太く、目尻めっちゃ上に上げてこうですね。はい、でさっきのこちらのパレットに戻って、このカラーで本当にちょっとだけ取って、ここにちょんちょんと入れます。で外側に伸ばします。でここにもトントンと入れて、01番。今回ちょっと指に取って使ってみようかなと思うんですけれども、カード取ってまず眉毛の上と
一番くぼんでるところよりちょっと下。最初にシェーディングをこの辺に入れてたと思うんですけれども、ちょうどその境界線の内側、この辺、こういう三角形型に入れます。ハの字ですね。ここにトントンと軽めに入れるといい感じにクマがカムフラージュされるはずです。あと最後、顎にもこういう三角形型ですね、入れます。で、あとこの唇の上にも入れるんですけれども、先に口を作っていきたいと思います。保湿のリップを落として、こちらザ・セムチップコンシーラー 1-25 ライトベージュ、薄く点置きします。点置きしたら指で広げます。はい、消せたら何でもいいんですけど、ブラウンのペンシルで、口角の端、どちらかというと下唇のラインの延長からちょっと上にラインを引きます。こんな感じですね。そしたら次に上唇の中心に広めの V を描きます。で、このまま広げていって、さっき描いた口角の延長の端とつなげます。はい、こんな感じです。これが今回の上唇のベースです。そしたら次、こちらチフレの口紅 S647、 こちらのお色味の分ですね。塗る前にちょっとティッシュオフして、余分なペンシルを落とした後に、さっき描いたところをなぞって塗っていきます。こうですね。で、そしたら下唇は上唇と帳尻を合わせるためにちょっと横広にオーバーめに塗ってください。これでリップが完成しました。ムスッとしてる表情とかを作りたいときは、口角は上げずに、そのまんま口角ラインは描かずに、上唇は半分にするっていうイメージでペンシルを入れてもらえればいいと思います。そしたらちょっと眉毛がリップに比べると色が薄いので加湿していきます。こちらは三吉のアイブロウペンシルコンビというカラーです。こちらのブラックの方でガワッと描くっていうよりは毛の流れに沿った感じで入れていきます。で、この時全体的に真っ黒に塗りつぶすっていうよりは、眉頭とあとは下のラインから目尻にかけてを濃くしていきます。なんでここの真ん中の上ら辺はそんなに加湿はしてません。はい、そしたらハイライトをこの逆三角ゾーンに入れます。こんな感じ。はい、で、あと目頭の色が乗ってないところにもちょっと入れていきます。ちょっと目頭のカーブにも乗る感じで入れます。で、任意なんですけど、まつげが下向きに生えている方はこうではなくて平行になるように上げておいてください。はい、で最後、和地さんといえば牙なので、こちら付け合えば、こちらはアシストっていうビッグショップ屋さんに売っている牙になりまして、歯をつけるっていうのは初めてなんですけど、ちょっと試してみたいと思います。確かサイズ展開がこれと、あともう少しだけ長い、これくらいかな、長いやつとあって、なんかあんまり長すぎるとドラキュラ感が出るかなと思って小さい方を選びました。で、使い方としてはアルコールでまず消毒をしてくださいと書いてあるので、アルコールシートでふきふきします。で、そしたらポリグリップで歯に接着していくんですけれども、横から見た時ちょっと V 字になってるんですよ。この V 字になんか適量ちょっと入れてみました。で、つける歯は上の前歯の2個隣の歯ですね。V 字の小さい方が奥側に来るようにつけます。はい、1時間の格闘の末、なんとこっちしかつけられませんでした。こっちの歯はね、多分
歯の形と付け歯の形が合わなかったみたいで、まあとりあえずこっちだけで許してください。まあとりあえず片方つけれたので、こっちはもう加工とかでごまかしていきたいと思います。じゃあ着替えてウィッグを装着したいと思います。せーの。はい、こんな感じになりました。髪の毛を減らしてみて、すいてみてどうなるかですね。もうちょっと改善できるように頑張ってみたいんですけれども、今日は初めてのぶっつけコスプレだったんですけれども、思ったよりはいい感じにできたんじゃないかなと思います。はい、ということで、まだね、東京リベンジャーズの熱がすごいので、今後マイキーとか三ツ矢くんとか冬とか、あとまだアニメには出てないんですけれども、イザナとかもチャレンジしてみたいなと思ってるので、今後またこういう挑戦的なチャレンジ的な、動画を撮っていきたいと思います。また見てください。このウィッグもね、作り方一応動画にして次回載せようと思ってるので、そちらもぜひチェックしてみてください。じゃあエンディングムートは本日の1枚を載せたいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。それではシェアでした。バイバーイ。